どうもボビーアートレザーのボビーです。いつも YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。今ですね、バルハットネオ、新規商品のバルハットネオですね、トレースをし終わったところです。この革はですね、レザーは馬側ですね、プルアップレザーですね、馬ので、まあこれにですね、ちょうど型紙を乗せてですね、位置を決めて、でまあそれで、かっこいい位置を決まれば、これを当てて、重りを置いて、この銀ペンでですね、ひたすらこう芝線用にトレースをしていって、製作しております。で、出来上がったのがこれですね、こちらです。出来たてのほやほやです。どうですか、いかがですかね。やっぱり立体になるとね、こうまたこの平坦と比べてもう何とも言えん表情になります。かっこいいですね。今回のお客様はですね、このオリジナルの、ロゴ昆虫をですね、オプションに選んでいただきました。よくね、ハットでですね、ここを持たないでくださいっていうね、いうことがよく言われてるんですけども、ボビーアートレザーのこのバルハットネオの場合はですね、ここに特徴がありますんで、ここをね、触っていただいて結構です、ここをですね、このラインがね、この Y のラインがやっぱり使っているうちに強調されていくんでね、かっこいいんで、ぜひ、ここをね、育てていってくれればなと思います。そしてですね、まあ、ディティールをね見せましょうか。こんな感じですね。内側がですね、まあ、こんな感じで、このロゴマークとですね、このオリジナルのですね、ロゴマークをですね、スカルロゴをここに焼き印を僕は押して、貼っております。こんな感じですね。やっぱり立体になると凄みが出ますね。あと出荷前なんですけども、このこちらもかっこいいですね。こちらはですね、プロアップレザーとは違う感じで仕上がった馬側です。でほぼ黒に近いんですけども、これ黒と並べるとブラウンっていうのが分かりますね。これ茶芯の革なんで、このカットしたところがまたその元の革のラインが出てね、アクセントになってかっこいいですね。これも、やっぱかっこいいです。革によって表情が違うっていうのがまた、ね、コレクションしたくなるっていう感じでね、やっぱり、いろいろ僕も作りながら、あ、これもいいな、あれもいいなって、全てやっぱりかっこいいです。みんなにかぶってもらいたいと思います。また、いろいろ動画も上げていきますんでね、よろしくお願いします。じゃあね、今日はここまで、バイバイ。